おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日は何の話をしていくかと言いますと、水曜日ということで今週のアプデ解説をさせていただきます。今週はですね、 SWCC 第53回目の開催に加えて、レジェンドマッチやベルディコラボで無料で手に入る新しい星5選手が多数登場しております。この内容をね、皆さんに徹底的にお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただければ幸いです。ってことで早速内容を見ていくんですが、いつも通りですね、細かいところから見ていきましょう。まず一つ目です。本日8月2日の時点で、こちらの、先週来たスーパースターフェスのですね、特典付きスカウトの画像に誤りがあったため修正を行ったとのことです。まあ、正直、どうでもいいですね。特典付きスカウトの画像の誤りを修正する前に確率を修正していただきたいと思うのは私だけでしょうか。いや、私は何も言ってないですよね。別にね、いいんじゃないですか今のままで。はい、次行きましょう。お次です。監督チケットスカウトラインナップ更新です。今回からですね、もう早速ブラジル最強最新監督トレサンタの監督がラインナップに追加されています。監督スカウトチケットや選べる監督交換チケットで選択できますので、持ってない方はね、現時点ではなかなかいないかなとは思いますが、まあ、ぜひぜひ引いていただけたらいいんじゃないかなと思います。そうしたらですね、まだまだ細かいところですが、星5、星4以上、星3以上確定チケットスカウトのラインナップ更新のお知らせです。今回の更新、何が起こったのかというと、本日ですね、新しくセルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、アクセル・トマ・ビツェル、シモン・ケアですね、この3人の選手がピックアップスカウトで登場しています。この選手たちがラインナップに追加されたっていう、そういうお知らせですね。ぜひですね、この機会に星5確定スカウトチケット余ってる方は引いていただけたらいいんじゃないでしょうか。あとはね、夏季期間中のお問い合わせ対応ということでですね、8月11日の金曜日から8月2、20日の日曜日の約10日間ですね、セガモバイルサポート年中無休で営業しておりますが、この下に関してはですね、詳しい調査が必要な場合はちょっと待ってくださいと。まあね、夏休みでしょうね。はい、みんな休んでください。私に夏休みはございません。社会人になるとね、夏休みがある会社とない会社があるんですけど、私はない会社ですね。学生の皆さんはね、今のうちに本当に夏休み楽しんでおいてください。そうしたらですね、細かいところ終わりましたので、今週の本題に行きましょう。曜日マッチも来てるんですが、曜日マッチはね、また別日に詳しく解説させていただきますので、今週登場した無料の星5選手たちから、まずはレジェンドマッチのライトサイドバックナビエルですね。いやー、いい選手が来ましたね。今回のピックアップスカウトで手に入るミリンコビッチ・サビッチ、アクセル・ビゼル、シモン・ケア、この3人がボーナス選手になっています。スタメンに彼ら1人を入れることによって、1人当たりレジェマのポイント数が最大 80% 上昇ということで、まあ、かなり、美味しいね、選手たちになってます。でですね、今回も特別ミッションが開催されてます。レジェンドマッチの試合数、あとは獲得ポイント数、あとはフィーバーモード、こちらでですね、まあただただ簡単にプレイしていけば、監督スカウトチケットだったりノールカップ秘密練習、極秘練習が多数もらえます。皆さんね、あまりこれ考えずにレジェマやるだけで問題なく達成できると思いますので、そんなにね、ここは気にしなくてもいいかなと個人的には思ってます。普通に周回していけば大丈夫ですね。で、今回登場した新星5選手はナビルですね。総合値9957のライトサイドバック、組み立てサイドバック系統の選手です。スキルがね、リクパレートドリブルっていうミッドフィルダーのスタミナを回復できるスキルですね。ファーガソン監督だとミッドフィルダーが5人チームにいますから、かなり有効なスキルを持ってきたんじゃないかなと思います。
ぜひこの機会にね貫突してください。で今回はですね、レジェマとは全く別で東京ヴェルディのコラボ記念特別キャンペーンよりまたね誰でも2人選手を貫突することができますそもそもね東京ヴェルディコラボって何なの、なんでヴェルディなのって話なんですけど、セガさんがですねヴェルディとヴェルディベレーザ、こちらとですねユニフォームパートナー契約を結んでいるとのことです。でそれを記念して東京ヴェルディコラボ記念キャンペーンを開催と。今回のコラボミッションではヴェルディのエンブレムとユニフォーム、そしてログインボーナスでは深澤選手と森田選手を獲得できます。かつですね来週の8月9日、まあ今週からじゃないんですけど、来週の8月9日からは現役で活躍の選手を獲得できる東京ヴェルディコラボパネルミッションも開催予定とのことです。いやー来週も楽しみですね。で今週のエンブレムなんですけど、報酬でもらえるエンブレムなんですけど、いいですよね、可愛いヴェルディのエンブレム。ユニフォームもねヴェルディカラーの、まあ、ヴェルディのオフィシャルのユニフォームですし、こちらが試合10試合すれば誰でももらえます。で、先ほどちょっと触れたね選手の部分はこの次のコラボログインボーナスの部分になってくるんですけど、東京ヴェルディコラボ記念ログボーということでですね、6日間連続で森田選手深澤選手が手に入ります。でこの2人どういった選手なのって話なんですけど、両選手ともにですねサイドアタックで活躍できる選手です。森田選手は DMF のクラッシャー、特徴に強肩もあるので頼りになりますね。で深澤選手がバランスサイドバック、レフトサイドバックとなってます。両方ね総合値は9955と9930ということで、まあ、レジェンドマッチの選手程度ですし、特徴はねレジェマよりちょっといいかなくらいですね。めちゃめちゃいいってわけではないけど、まあ、レジェマよりはいいかなって感じです。一方スキルはですねレジェマに比べて、何もデバフがないものになってますから、まあ、ちょっとレジェマより弱い、劣化してると言わざるを得ないかな。まあまあただ選手が足りていない段階で、6人全員無料で手に入り、しかもログインするだけで手に入り、限界突破することでですね総合値1万程度の選手になるってことを考えると、これが手に入るのはねすごくいいイベントなんじゃないかなと思います。そしたらですね簡単に SWCC も触れていきましょう。皆さんが気をつけていただきたいところは、まずは1回限定ミッションですね。一次予選、二次予選、最終予選をそれぞれきちんと行うことで星5確定スカウトチケットのかけら手に入ります。まあ、監督スカウトチケットとかノルカップ秘密練習もあるんですが、やっぱりメインはね星5確定スカウトチケットのかけらですから、やり忘れないように気をつけてください。で、マスターディビジョンの方はですねプラチナトロフィーがミッションで手に入れられますと。まあ、レジェンドマッチと、いろいろねイベントが来てる中ではありますが、レギュレーションも特段関係変わっていないので、まあ普通にサクッとやっていただければいいんじゃないかな。8月の2日本日からあさって金曜日の2時まで一次予選で、二次予選は8月4日金曜日の夕方から土曜日のお昼です。この二次予選だけね、まあ毎回同じですけれど、ちょっとスケジュールタイトですから、まあ花金で飲み行って起きたらお昼でしたみたいなことにねならないように、まあ暇な時間見つけてねポチポチっと二次予選7試合やっていただけたらなと思います。最終予選は8月の5日土曜日から7日の月曜日になってます。やり忘れねないように気をつけてください。そしたら最後ですねピックアップスカウト見ていきましょう。ピックアップスカウトボリューム55ということで、得意戦術中央突破、世界大会セレクションスターズの新星5選手たちが登場です。 OMF インサイドハーフセルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、DMF のセントラルミドフィルダーアクセル・トマ・ビゼル、センターバックハードマーカーのシモン・ケアーの3名になってます。で今回の選手たちなんですけど、先ほどもちょっと触れましたがレジェンドマッチのポイントを上昇させるボーナス選手になってます。新星5選手のみレベルマックスかつ覚醒2段階達成、各スキル各能力レベルアップに達成の状態で登場ということで、まあ、即戦力としても使えますね。
まあステップ1が 2400GB っていうところでお得ではありますが、正直ね引かなくていいかな、よっぽど何かこだわりがある方以外はね。で今回なんですけど、何が嬉しいってみんな総合値が 11,809 になりました。ミリンコビッチサビッチ、そしてビゼル、そしてシモンケア全員 11,809 ということで、まあ、一つねピックアップスカウトから 10,709 がいなくなったということで、まあ、これでガチャからね総合値 10,700 の選手が現状新選手としてはまあ出てこないことになるのかなと思います。まあ、徐々にね総合値が上がって、まあ、インフレもしてきてますからいい対応なのかなと。まあ、これに乗じてですね、ぜひレジェンドマッチの方も総合値上げていただけたらと思いますね。レジェンドマッチだけね、なぜか本当にずっと総合値が低いというか1万超えないままなので、まあ、ぜひぜひね無料で手に入る選手も総合値1万700とかにね上げていただけたらなと運営さんに期待しているところですね。はい、ということで本日のアプデ解説はこんなところです。ここまでご視聴ありがとうございました。明日はねピックアップニュースカウトの選手の詳しい性能解説とおすすめの使い方を解説させていただきますので、ぜひね明日も動画見ていただければ幸いです。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフになってます。豆腐でした。バイバイ。